どうも、いこいです。今回は社会現象を起こしたハロータの名コールについて紹介したいと思います。まずはこちら、USA。MV は 2.5 億回再生を突破。社会現象を巻き起こしたダパンプのユーロビート。ヒットの裏にはわずかながらハロータの影響が。そのきっかけとなったのはハロプロとの親和性。ジャケットや MV の各所にハロプロっぽい演出が多数。SNS を中心に話題を集めます。極めつけはツンクイズムを感じる歌詞。突然地球が登場するあたりはハロータの心を刺しまくりました。そんな中、コールの入れやすさに目をつけたオタクが動画を作成。これがご本人の目に留まり、コール文化がダパンプファンの間でも波及。そして2018年6月6日、サンシャイン噴水広場で行われたリリースイベントでとある事件が起こります。この日はちょうど娘の舞台が同施設で開催。駆けつけたハロータがコールを入れると、一旦曲を止めるイッサさん。怒られるかと思いきや、もっと声出せんじゃねえのと最高の煽りが。会場のボルテージは急上昇。ダパンプファンの皆さんの優しさもあり、ハロータがアーティストに全力でコールを入れる伝説の一日になりました。その後もハロコンへのゲスト出演やダンス学園での共演など何かと縁の深い関係に。オタクのコールが異文化と見事に融合した珍しいケースだと思います。次はこちら、ロマンティック浮かれモード。現在アイドル現場の文化となっているオタ芸ですが、その火付け役は藤本ミキティのロマモーでした。もともとはメンバーが見えない分楽しもうとネットを中心に考案。2004年には100人規模で打ちまくる映像が公開され話題に。その文化は現在まで継承され続けています。昨年はミキティのライブで庄司さんがオタ芸を披露。本人公認になるまで進化を遂げたのは本当にすごいです。最後はこちら、東京フレンドシップス。2008年発売、久住小春ちゃん主演のアニメキラリンレボリューションの挿入歌。劇中の男性ユニットシップスが歌うキャラソンですが、キラレボ関連のイベントで起きたとある事件が有名です。当日会場は小春目当てで参加したハロータで満員に。そんな状況下現れたシップスの二人、男性アイドルの登場でアウェイになるかと思いきや、曲が始まると全力でコールを入れるオタクの姿が、演者をとにかく盛り上げる様子に二人は感動。ブログでも感謝の気持ちを述べていました。このコール文化は脈々と受け継がれ、10年後、前日の USA 事件へ発展したのはエモいですね。いかがだったでしょうか？皆さんの好きなハロータの名コールについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。